ただいまより、令和4年第1回四街道市議会臨時会を開会します。ただいまの出席議員20名、定数に達していますので、本臨時会は成立しました。直ちに本日の会議を開きます。日程に入るに先立ち、去る7月8日の銃撃事件で犠牲となり、ご逝去された安倍晋三元内閣総理大臣に謹んで哀悼の意を表し、民主主義に対する暴力行為に強く抗議するとともに、このような痛ましい事件が二度と起こらないことを祈り、1分間の黙祷を行います。皆様、ご起立願います。黙祷。お直りください。ご着席願います。民主的で安全安心な市民生活が、銃器犯罪を含めたあらゆる暴力に脅かされることがないよう望むものです。本日の日程につきましては、お手元に配布の日程表の通りです。